カプリビ回廊の地図カプリビ回廊は、南側はボツワナ共和国に、北側はアンゴラ共和国とザンビア共和国に接し、西部でナミビアのカバンゴ州につながっている。また、クワンド川、リニアンティ川、ジョベ川、ザンベジ川に接している。地域で最も大きな集落はカティマムリロである。また、行政上この地域は東側をザンベジ州に、 西側をカワンゴ州に分かれている。オカバンゴ川氾濫原の村カプリビ回廊の住民が使っている言語には数種類ものアフリカ言語がある。多くはバントゥーゴ群の言語を話している。また、ナミビア本土とアンゴラの国境に接する北西部ではコイサンゴ族の福へ語が使われている。バントゥーゴ群の中にはイエゴ、ムブクシュ語、ディリク語、フーエ語、トテラ語、スビア語が含まれている。 この地域で特に州とカティマムリロにおいて最も話されるのはロジ語であり、これが共通語となっていると考えられている。また多くの人が多少の英語を話す。この地域は野生生物が多く生息しているほか、鉱物資源も確認されている。特にナミビア政府が興味を示しているのはザンベジ川が結果的にアフリカ東海岸へと抜けるアクセスルートになるということだ。 しかし、川の水位が気まぐれであり、主治の急流、ビクトリア滝の存在、地域において続く政治的不安定さが、回廊における使い道を見込みのないものにしている。しかし、今後はエコツーリズムでの活用も見込まれている。カプリビ回廊の由来となったドイツのレオフォンカプリビ首相カプリビ回廊は、1890年にイギリスとの領土交換交渉を行った。 ドイツの首相レオフォンカプリビにちなんで命名されている。カプリビは、ドイツ領南西アフリカから、アフリカ東海岸のタンガいいかい通じるルートである。ザンベジ川へのアクセスを得るため、カプリビ回廊の併合を行った。この併合は、ドイツがザンジバルの権益を放棄する代わりに、北海のヘルゴラント島やカプリビ回廊などを得た、ヘルゴランドザンジバル条約の一部として行われた。 カプリビ回廊は軍事的にも重要であった。1970年から1979年の南ローデシア紛争、1965年から1994年のアフリカ民族会議による南アフリカ政府に対抗する活動、アンゴラ内戦において、この小さな地域は、他地域への回廊として多くの武力行使と侵入が絶えず、繰り返された。 1990年代後半には独立紛争も発生している。また、カプリビ回廊はナミビアとボツワナが国境線をめぐる長年の争いを国際司法裁判所に託した際にも注目を集めた。議論の中心はどの水路がジョベ川の真の国境線かというものであった。これは川の中央にあった大きな島がどちらの国に属するかを決定づける重要性を持っていた。 ボツワナ政府は、この島は、チョベ国立公園の一体不可分なものと主張した。一方ナミビア政府は、カプリビ海老東部の住民の多くが、ドイツとイギリスの条約の一部として保有するだけでは、なく、数世代にわたって、季節牧装置として、足集めや埋装置に使ってきたことを主張した。1999年12月、国際司法裁判所は、 主要な水路と今後の国境線を島の北側と定め、島はボツワナの領土として決定された。ありがとうございます。